にちは、池田真子です。今日の真子チャンネルは DIY です。で今回は夏にぴったりの DIY をしてみました。こちらです。じゃん。で今回3つ作ったんですけど、この作り方はもうとっても簡単 でこういうものって結構もうすでに持ってる方もいたり、あとはなんかお店でも販売されてたりするんですけど、やっぱり自分で作ると楽しいし、あと海に拾ったものとかを入れてそういう思い出にもなるので、お部屋のインテリアにぴったりだし、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。今回のために買ったものと用意したものはこちらです。それではその作り方をご覧ください。真子チャンネルスタート。それでは早速始めていきます。でまずは今回は、こういう瓶とかの中にいろいろなものを入れてアレンジしていくんですけど、今回私は今まで海で拾ってきたものを使うんですけど、100均でも販売されていたりするので、ぜひ皆さんも家にあるものとか、そういう海で拾ったものとかを使ってアレンジしてみてください。まずはこちらのミニドリンクジャーをアレンジしていきます。上にはちょっとキラキラのマスキングテープを貼ってみました。ではまずはこちらのミニドリンクジャーに、こちらの海の砂を入れていきます。量はお好みでやってください。そしたらちょっとだけキラキラさせたいので、ここにこういうラメを入れたいと思います。これは100均です。で入れたら割り箸で混ぜていきます。はい、ラメを入れました。ちょっと分かりにくいと思うんですけど、よく見ると結構砂がキラキラして見えます。で今海の砂を使ったんですけど、ここにはカラーサンドとかを入れても綺麗かなと思います。そしたらここに貝殻とかシーガラスを入れていきたいと思います。はい、で入れるときは割り箸を使うと、こういろんな好きな位置に入れれるのでおすすめです。では好きなように入れていきます。はい、入れたら蓋を閉めます。そしたら最後にこちらの麻ひもでここにリボンを巻いていきます。はい、余分な分をカットしたらこれで一つ目完成です。中にはシーグラスとサンゴと貝殻を入れてるんですけど、貝殻はセリアでなんかいっぱい入ったやつが100円で売ってたので、そういうのもいいかなと思います。今度はこちらの丸い瓶をアレンジしていきます。まずはここのシールを剥がします。で剥がした時にちょっとここに粘着がつくんですけど、そういうのはまたこのテープでこうペタペタすると綺麗に取れるのでおすすめです。そしたらこちらにまた貝殻を入れていきたいと思います。私普段家にこんな風に結構海で貝殻を拾ってたんですけど、その貝殻のかけらみたいな小さい細かいのがあるんですけど、ただ瓶に入れてるだけだったので、こっちに移して可愛くアレンジしたいと思います。はい、こんな風に貝殻を入れたら蓋を閉めます。そしたらこちらの転写シールを今度は使いたいと思います。まずは使いたいシールを決めたら、その周りをカットしていきます。でシールをカットできたら、後ろにちょっと薄いまた1枚あるので、この透明のフィルムを剥がします。文字の書いてある外側の部分にこちらのマスキングテープを貼ってシールを固定して使っていきたいと思います。テープで固定することができました。そしたらここでこちらの付属していた木を使って擦っていくんですけど、マスキングテープを貼ることでしっかりシールも固定されて削りやすくなるのでおすすめです。では擦っていきます。はい、擦れました。擦ったらちょっとだけ腫れてる部分と腫れてない部分で色が変わるので、よく見るとわかると思います。で腫れたらマスキングテープと一緒に上のフィルムを剥がしてください。はい、こんな感じでシールが貼れました。マットな感じになってすごく可愛いです。2つ目はこれで完成です。次はこちらの四角の瓶をアレンジしていきます。今回は中に海で拾ったシーガラスを入れていきます。で、シーガラスがない人は、海で拾ったりとか、あとはよく私が100均の DIY の時に使ってるこのストーンがあるんですけど、そういうキラキラのものを入れたりしても可愛いと思います。
では順番に入れていきます。今回はこんな感じで色がまだらになるように入れてみました。そしたら蓋を閉めて、あとはシールを貼りたいと思います。使うシールはセリアのホイールエンボスシールです。こちらはちょっと立体感のあるゴールドのシールでまた可愛いです。これを一つ貼りたいと思います。はい、今回はこれだけで完成です。ぜひ皆さんも試してみてください。いかがだったでしょうか。今回は100均グッズを作ってこんなものを作ってみました。はい、で中に入れたものは私はなんか海で拾ったものを使ったんですけど、100均にもこういうものが売ってたり、他にも好きなものを入れて瓶にこうやって入れたり、ちょっとシールを貼ったりするだけでなんか可愛くなるので、作るのも楽しいし、ぜひ皆さんも自分流にアレンジしてみてください。他にも池田もこのもこチャンネルでは DIY やメイクなど週4回アップしています。気になるのがあったら評価やコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今回は池田もこの夏にぴったりの100均 DIY でした。バイバイ。